今後リア大会が変わる絶対取るべき投手の特徴。ヒントとなるのが山岡選手のこれ。実はインハイである配球をすればモサにめちゃくちゃ刺さる。肝になるのは回転が似ている2球種において変化量が多い球種の方が球速が速いというところ。同じ2種系でも高梨選手のこの2球種、変化量が小さい方のが球速速いですよね。石川選手のシンカー2種も同様。この特徴が強い理由と山岡の最強配球はコメント欄で。